ボールを一旦預けてドライブしてインサイド入ってきてうまくスクープ追加点です。白鴎大学の脇正弘1年です。村グロリダもう1回脇3ウィングから打っていってリングに決まれる。もう1回脇ドライブしていって今度はレイアップ。脇正弘はキャプテンの藤岡の得点シーンでした。ユーロステップから決めていく。左から松下そして外から入っていくレイアップはステップワークを決めていきました。脇正弘が最初の得点を決めています。白鴎大学です。ボール受けて脇3人に囲まれますがレイアップいく押しています。ディフェンスリバウンドガッチキャッチ深渡瀬のディフェンスリバウンドです。原谷から狙っていくレイアップシュートを決めています脇です。おっとちょっと引っ掛けた脇がスピンムーブから決めています。ここでタイムアウトです。大東文化大学いや守備でいい流れ掴んだかなというところだったんですが再び7点差に離されてというこのスピンムーブでした。